我々は化け物ではない。衛兵は我々をシンドローム族と呼んでいますが、症候群性疾患を患っているわけではありません。遥か昔、エジプトの神々は呪いをかけられていました。その結果、神々は人間のしもべとなりました。一部の神は邪悪なものです。一般人は彼らの存在を知らないため、人が聖獣に変身するのを見ると、その生き物はミュータンとか悪魔だと思い込んでしまう。人は問題の本質を理解できないとき、その問題を他の何かと結びつけて考えるのです。我々の存在は科学や刑事事業学を超えたものであるため、症候群とみなされるのです。面白いよな。数十年前に当たった予言でさ、もっと詳しく話してやろうか。やめて、ソベック。呪いを一人で調べたいと言ったでしょ。まずリズマを攻撃した衛兵の情報が欲しい。そのためには新聞が必要です。でもどうやって手に入れる？学校から出ることは禁止されているから僕は行けない。街に出るのは危険なんですからね。あ、痛い。もう何やってんだよ。え？僕のが見つからないけど。僕のせいではない。レルアこそ前を見ていないから僕にぶつかったんですよ。無視しないで。もういいや、見つけた。ちょっと待て、昨日のテストじゃないですか。大声を出すな。ミスクロエのオフィスから僕たちのテストを盗んだのか？違うよ、みんなのためにやったんだ。間違いを直してくれと頼まれた。正直言ってこれはズルだと思います。そう気を張るなよ。君のも直しておいたよ。ありがとう。でも僕のは省いていいです。それでこんな時間にここで何をしているんだ？なんでもない。頭をすっきりさせたいだけです。くわ、僕の提案を考えてくれたのかい？君は僕の切り札になって、僕の人間性と引き換えにシンドロームを僕に譲ってくれるのか？いや、そんなことは考えていないよ。え？それよりお願いがあるんです。ちょっと用事を頼みたいんですが、新聞を買ってきてほしいです。あらら、新聞？どうして新聞が必要なの？ディズマが軍に襲われたことを聞きました。その事件の記事は絶対あると思うから、そこであの衛兵の名前を見つけたいのです。もちろん知っている。僕もその場にいたから。え、本当ですか？そうだよ、ディズマに聞けばいい。僕が助けに行ったことを。とにかく新聞を持ってくるよ。ただし条件がある。僕に忠実なしもべを渡すことだ。ソベックを。じゃあ電車に乗ってベネチアに調査に行こう。その後は大運河でゴンドラを借りてまたあの孤島に戻る。とりあえずそんな感じで進むか。あの場所をパトロールしていた時、新聞を見つけた。そこには孤立した場所に学校があると書いてあった。もしかしたらあの怪物たちは。なんてくだらない一日なんだ。なんでこんなつまらない用事に追われなきゃいけないんだ。郊外に住んでるおじのバカ患者に薬を届けるために電車に乗るのもこれが最後だ。ベネチアで新聞代25リラを払わされたのも最悪。おい君、経済危機でも起きてるのか？ん？どこかで会ったことがあるよね。マジかよ。大事な証拠を見つけた。ああ、クソ、マジでどうしたんだ今日は。二度と会わないと思っていたら。ああ、どいてくれ。なんだこのガキ。どいてくれ、警察だ。なぜ逃げる？聞きたいことがあるだけだ。何なのこの質問は。お前警官だろ。ごめん、ちょっと借りるね。おい、止めろ。無傷で戻ってくるとは限らないけど頑張ってみるよ。ああ、警察だ。捕まえてください。俺の車を取ったんです。任せろ。
ホンマママママミア。運転は初めて。刑務所に入るにはまだ若すぎるのでは。何歳なんだ。一体何が欲しいんだ。わかったわかった、初対面が悪かったんだ。何が欲しい。君は二つの罪を犯した。この車も盗んだ。もう一つはシンドローム族と一緒にいることも。待て待って、話をしよう。ダメにしなくてよかった。うん、死んだのか。ざまあみろパンプキン頭、お前の髪嫌いだ。俺も情緒不安定なガキは嫌いだ。どうやってそこまで登ったんだ。鳥かお前は。もちろん生きているさ。どんな訓練を受けたと思う。ところでおめでとう。三つ目の犯罪、警官を殺そうとした罪。このままでは人間であろうと指名手配になってしまう。僕は人間じゃない。おい、まだ終わってないぞ。他の衛兵だったらとっくに君をぶっ潰してるぞ。配慮してるんだよ。話くらいはできるだろう。なんで怪物側なんだ。ここは ここに入ったのか。どこ行くつもりだ。いや、ルカ、ちょっと待て。俺たちは最初からお前の後ろについてきた。シーナがお前に重要な任務を与えたと聞いたんだが。ごめん、ジン。フレット、なぜだ。一人で行かせたくなかった。この前僕のせいで傷つけられたじゃないか。今回は三人だ。チームを組もう。組むつもりはない。なんで。お前と協力するつもりはない。ジンの居場所を知りたかったからついてきたんだ。あいつは他人を救う方法を知らない。自分ですらそうだ。出て行け。あのガキは俺が捕まる。ルカ、ジンにひどいこと言わないで。最初は同意したじゃないか。お前を利用したんだよバカ。何？ルカ、俺はもう子供じゃない。お前は俺に指図する立場にない。これは俺の任務だ。お前のではない。しまった。ああそう。Saputo donarti all'oblio il vuoto che mi hai lasciato tu. La blasfemia